学習経験者のリベンジ語学多数輩出新全日専門家講座動画の視聴ありがとうございます私レック専任講師根本昌司と申します、えー、ここでは私が担当する新全日専門家講座初級講座について説明していきますこちらの講座ですがゼロから学習するというために設定した講座ですそのため完全な初学者の方多く受けてますが 学習経験のある方、この方も多く受けています。だいたい4分の一から三分の一ぐらいは学習経験のある方がいらっしゃいます。具体的に学習経験があるということはこういう感じです。一通り勉強はした。勉強途中で一旦中断した。中上級なく全日専科講座を選択した。こういった方々がいらっしゃいます。そしてそういった方々が実際、 この全日制を受けて、その時に受かっています。では、この全日制四国講座、どういうメリットがあるのかと。まず、その前に、一度学習経験のあかた。こういった悩み、持ってませんでしたか。もう発症内でほしい、もっとちゃんと説明聞きたい。 え本試験まで3か月じゃ短いもっと長く復習したい過去問やれと言ってもなかなか分かんないよ学習計画いつどこで何すればいいんだろう五、お練いきなり4月から始めてちょっと難しいのがいきなり来てちょっと面食らっちゃった6今自分何やればいいんだろうこういったものをカバーしていくのがこの「全日天下講座」です。 まず1つ目、インプットの回数が多いです。185回。その分、丁寧な学習ができます。見てください。企業再編、会社法だけで全部で4回行います。合併の基本を2回しっかり使って行い、その後、株式交換、株式移転、会社分割、株式交付、 そこの派生をしていきます。民事訴訟非常に厄介な科目です。19回かけてイメージから理論からしっかり説明しています。講義回数が短い方がいいと初めのうちは思いがちですが、実際受けてみるともっと聞きたい、もっと説明を聞きたい、もっとイメージを持ちたいと思うものです。なんでできるだけ多くの講義回数をむしろ設定しました。 次です過去問の講座があります。過去問コンプリート講座というものですこちらではこの典型論点この、ね、分野ではこれは典型論点だよじゃあこれやってみようとかこの問題はすごい難しいでも2回3回出る可能性があるやってみようという形で通常の一般的な論点と難解な問題も検討してきます。そのために 過去問でつまずくことがなくなります次の特徴は当練です通常当練は4月からスタートする方が多いんですが前日制の場合1月からスタートです1月から半年間当練を受けていきます半年間本試験レベルのものをやっていきます 演習量は十分取れますそしてまあその絡みもあるんですがインプットは年内で終了ですやっぱりどんんだけ自分の頭を使ったかでで決まるんですよインプットが年内で終了半年自分の勉強プラスアルファに費やせます もちろん、こちらもいろいろサポートします。3月までは過去問講座という形でサポートをする。また、答案練習会という形でもサポートしていきます。次、時間割、学習法かなり細かく指示します。各科目ごとに、この科目ではこの曜日にこういうことをやってほしいといったものを 結構細かく指示しますここで講義の復習一回目二回目ここで問題演習やってという形で指示をします科目ごとに復習の仕方が違ってきます科目ごとに指導していきますまたこちら何かというと前の科目について都度都度テストをしていきます 次、不動産時の4回目で民法のここをテストするよ。だから、ここの民法のこと分野復習してね。こういう形で、つどつど前の科目のテストをしていきます。ですから、これに応じて前の科目を復習していけば結構です。つまりです。いつ何をやればいいかは迷わない、迷わせません。こちらが指示したこと通りに勉強していけばいい。 ある意味勉強だけに専念できるようにしていますそしてしっこりとした質問体制を用意していますまず、あ、そもそも、えー、このクラスですが4つの実施形態があります 1. ライブ講義渋谷で行ってます 2. そのライブ講義全校のレックで同時中継しております 3自宅でそのライブ講義聞けますそして4後日ですが通信講座こちらも聞けます同時配信ズームクラス講義後に電話で質問できるように体制をとってます生クラスの方は講義が終わって直接質問に来るそれと同じような感覚で同時配信やズームクラスの方も電話で講義終了後 質問ができるるにするもう本当に生講義に来ているような感覚の質問体制だと思ってくださいまた通信の方インターネット上で質問投稿できるようにしてますそしてその回答は私が行ってます絶対ではないんですが大抵翌日ぐらいには回答していますそして相談体制もしっかり しり揃えてます1月以降の答案練習会任意ですが点数の報告をお願いしていますで、私はその点数の報告を聞いてあ、この方何点なんだなと,といったことをまとめていますそしてその都度その都度あ君じゃあこれぐらいの点数だったらこういうとこ勉強した方がいいよとかあ、ここ弱いけどここの部分はみんな弱いからそんな気にしないでいいよむしろこっちを気にしない 来週こういう勉強しようそういったコーチングもやっています今自分が何の勉強をすればいいかそういったことを迷わせないようにしていますこれが私が行っている全日線を確講座の特徴です以上で今回の動画の方は終了になりますまだまだお話したことはいっぱいありますぜひ講義 またガイダンスにいらしてください。いろんな方をお話ししたいと思います。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。